いないいないバー。好きな食べ物はキュウリです。好きな色は緑です。好きな動物はカエルです。本田サラです。今日はミオ姉ちゃんに続きサラの質問コーナーをやります。スタート。でれん。第1問、足は臭いです。おかげあれ。人生で一番緊張した瞬間は生まれる時。サラちゃんにとってワンコたちはどんな存在ですか？妹。うん、かわいい。弟。かわいい。兄弟が多くて良かったことと末っ子で良かったことはありますか？兄弟が多くて良かったことは悩みを相談できることと、末っ子で良かったことはみんなから可愛がってもらえることと、妹だからって許してもらえることと、あとはみんながサラを可愛がってくれたなって分かるとこです。学校で男の子から告白された回数。え、言うの？何回？3回。おー。わーお。2年生の時に2回、5年生の時に1回で、2年生の時にバレンタインの時にサラが手紙を送って告白して、サラが告白したってこと？サラから告白したってこと？うん。サラが好きってこと？うん。次、サラちゃんの将来の夢は何ですか？長生きすることです。何歳まで？ギネスになりたい。好きな YouTuber さんは？寿司ラーメンリッツさんとクイズノックの伊沢拓司さんです。泣きたい時はどうしていますか？お姉ちゃんのに抱きついて泣きます。サラちゃんが一番幸せを感じる時はどんな時ですか？サラとパパとか、サラとみんなとかとお散歩とかお買い物に行って手つないで何か話してる時とかが、あ、幸せやなって感じます。パパ、サラがさ、パパと手つないでる時が幸せって言ってたんで、 YouTube で。違うよ、みんなと思えて。お父さんは好きですか？仲いいですか？好きです。仲いいです。最近はもうずっとパパを驚かせます。どうやって？どういう時に？トイレのドアが開いた時に閉めたりとか、あとはトイレの終わった後にバーとか、ショッピングモールでバーとか、あの車の後ろにバーとか、パパがポケーってした時にバーとか、いっぱいあります。パパは何回でも驚いてくれるので楽しいです。ゾウさんして。道具とかが揃ってなくても作れるお菓子はありますか？簡単なのはスコーンとか、あとは調べてみてください。マリンちゃんとミュウちゃんを動物に例えるとしたら何だと思いますか？マリンはたてがみ狼。何それ？これ出ると思います。何それ？サラがその質問が来て調べたんですよ。いろんな眉毛が綺麗な動物とか足が綺麗な動物って言ったら、たてがみオオカミっていうやつが、マリンオオカミとかがすごい好きなので、バッチリだなと、たてがみオオカミにしました。ここに塗ってみる。結構かわいい。シャーみたいな。ミはカラス。なんで？なんで？カラスはテンションが高い時はカーカーって言うけど、あの低い時はなんかあれやし、悪さする時はあのするから。マリンちゃんは優しいですか？優しいよ。おもろい、なんかすぐ乗ってくれる。練習中にすれ違った時にえぇーってやったのにもえぇーって言ってくれる。変な人だよ。無人島に持っていくものは？ママ。ミユは？あ、でもなんかもなんか家族なんかさ、どうなんやろ。でも一つだけって言われたら一人やと寂しいやなんかで、結構定番になってきてるんだから。これ定番になってんの？もうだから一つだけって言われたらもうみんなと行きたい。でもサラが男の子やったらミュウと付き合ったと思うでって言われて、いいやろ。まーちゃん、まーちゃんマリ入れてよそこ。まーちゃんもう、まあ、ちゃんもごめんな、ミュウと付き合うことになったから。マリは生まれてくる二人の間に。マリンとミエの好きなところを一つずつ教えてください。顔顔。マリンちゃんが今までやったプログラムの中で一番好きなもの&感動したもの。好きなのはたくさんあるんですけど、ロミジェリーがすごい好きだけど、サラだけが知ってるのがいいなと思っ
って考えたら今年のショートです。喧嘩した時の仲直りの仕方。マリンとは喧嘩しないんですけど、ミユと昔喧嘩した時は、時間がたくさんある時は時間に任せてるんですけど、やっぱり妹なのでお姉ちゃんに頼らないといけない時があるので、そういう時はサラからミユごめんねって言って、ミユがいいよって言って、ミユ謝るのかい。いつもありがとう。テストはどうだった？国語が2位で、数学が4位で、総合が1位でした。やばくない？1位？やばすぎ。さらに質問を送ってくれた人、ありがとうございます。今お腹がペコペコで、今日はまだエクレアしか食べてません。この中にエクレアしかいないので、今ママがとんかつをあげてくれるので、いってきます。バイバーイ。